このウクライナ支援チャリティーショップは、元校長の渡辺久さんが今月1日、下田市の商店街に期間限定でオープンしました。会場の空き店舗も所有者が渡辺さんの思いに共感し、無料で貸してくれています。子どもたちのあのね顔を見てると、もう涙出てきて、本当にどうにかしたいなっていう、そういう気持ちいっぱいで、で2年前までちょっとロンドンの方にいたもので、そこでチャリティーショップというのが向こうの方でたくさんあるんですね。そういうものがあって、それを下田でもやればいいのかなと言って。衣類や食器など、ショップに並ぶ商品もすべて市民の寄付。中には、下田市在住の作家が寄付した100冊以上の絵本もあります。ただ寄付のお金をやるだけだと、なんか心が通じない気もしますけど、こういう自分が見て好きなものがあって、それが寄付になるっていうと、ちょっと心が温まるっていうか、そういう感じがしていいことだと思います。民間の人間みんなね犠牲になっちゃって、あれを見てるとね、やっぱりね、もう本当僕らも日本人として心が辛い思いですよね。このチャリティーショップは今月末までの予定で、売上金はユニセフを通じて全額ウクライナに寄付されます。